ます。天秤座の2021年上半期は殻を破った私、一肌も二肌も脱いでみんなの笑顔を作っていくという話なんですけど、まあ、各星座2020年ってもう本当に何て言えばいいのかな、一生忘れられないぐらいすごいこう年だったと思うんですけど、天秤座もなんかねすっごい濃い殻を破ったっていうのが僕のこう書いてた印象なんですね。なんかね、各天秤座が映画化されてもいいぐらい自分の中でこのバンジージャンプ体験ぐらいの殻の破り方をした人が多いです。自分で実感がなかったとしてもなんかね、これ殻を破り物語について説明したいんですけど、天秤座の方ってすっごい自己評価が低い部分があるんですね。なんかいわゆるだからそんな私にでもここだけは得意分野なんですっていう分野を自分の中ですごい鍛え続けてるような印象というのがこうあって、なんかもちろんそれがねすごい優れた技術を持っていたりだとかすごい素敵な人なんだけど、一部めちゃくちゃ自己評価が低い部分がある、だからこそ私はこの分野では負けてはいけないとか、この分野を認めてもらえたからこそこう私はには今日があるみたいな部分があったりするんですけど、じゃあ2020年何が起きたかというと、自己評価を自分で決めなくてもいいんじゃないかって思い始めてきてる。だから自分の中でもっと違う自分を出していきたいとかチャレンジしていきたいっていうのが出てきて、なんか反対をちょっと押し切った印象があるんですね。あ、それはやめときねとか、自分の中の声も含めて他人の声もこう含めて、あ、でもやってみたいんすっていう自分で勝手に自分のこの未来の道を決めてきてしまった。で、それはね素晴らしいことですから、それはねちゃんと自分でやってほしいし、あとね今その殻を破るというのはすっごいエネルギーを使うことだから、今現在はねなんか天秤座もやっぱ瀕死の人が多いです。燃え尽きてるっていうか、今最後のゼンマイを振り絞って年末まで頑張ってるみたいな感じだから、そういう感じで全然いいと思います。で、じゃあ2021年の上半期の天秤座ってどうなっていくかというと、ね、やっぱ殻を破った状態でチャレンジしていくから、初心者だけど来ちゃいましたっていう、そういう自分を持ってほしいんですね。なんかその自分で今までピンときたものにやっぱチャレンジしていくっていうか、自分の得意分野というよりかは自分で今まで出してこなかった部分、だから成果とか結果っていうのは、まあ遊びでも趣味でも構わないので、あんまり考えないでピンときたことをやっていく。で、これも後で言いたいんだけど、じゃあ天秤座の皆さん、天秤座ってどういう人かっていうと、思い出してほしいんですけど、天秤座ってまだ見てない世界の中で自分が見たことがない景色を残したまま死にたくないって人なんですね。いわゆる自分が生きてるうちに、あ、生きてるとこういうシーンがあったのかとか、まあなんていうのかな、沖縄の海ってこんなに綺麗だったんだとか、そういうのを見ぬままに死んでたまるかっていう、そういう冒険心の人なんですね。だからこそ2021年というのはその冒険心というのが騒ぎ出します。もちろん状況が状況だからすぐに動けるわけじゃないんだけど、自分の中で計画っていうのかな、それは温めてほしいんですね。その冒険の野心というものを、で、それが叶っていくから、で、2021年上半期にやってほしいのが、初心者だけど来ちゃいましたっていう謙虚さと、あと私結果出すんでっていう傲慢さも出してほしいんですね。なんかね、僕天秤座がすごい好きなのがね、中二病を残してるとこなんですよ。なんか全然お前やったことねえだろってとこでも、いや、なんか前任者は面白くなかったけど私なら結果出しますっていうね、その中二病感っていうのを本当に大事にしてほしくて、その異様に謙虚なとこと、異様に私ならできるっていう自信がある、自分のセンスを持ってるところが天秤座の魅力であるから、それをこう出してほしいんですね。で、それをやって後でまたお伝えしたいんだけど、もうなんかね、失うもんなんかねっていう、そういうね、なんかそれも中二病ですね。それを出してもらうとすっごい魅力的になるから、なんか一歩前に出てきます、2021年というのが。それをねやっていただきたいなって思いました。はい、じゃあちょっと質問に移っていきたいと思います。いろんな質問今回もありがとうございます。じゃあ仕事運のところから読みますね。就活中の大学3年です。どういった業界や企業が合っているのか、一つの参考にさせていただきたいです。今はサークルを引退し、燃え尽きているような状態で、自分の興味というものがあんまりピンときていません。これはね、お答えしたいのが、まず、就活という分野に関しては、自分のね、行きたい業界とか自己評価っていうのは、できれば僕の意見としては、対人って決めた方がいい気がするんですね。いわゆる自分のいいところは何かって言っても考えても出てこないんですけど、例えば、なんかね、友達とこのオンラインとかでもいいから、例えば、
お互いに質問し合う。自分は表に出る方が好きですかとか、逆に裏方が好きですかって言って、まあ自分の答え出るじゃないですか。例えば自分は目立つのが好きですとか、表方が好きですって言ったら、でも友達とか対人に人がいると、いやでもあなたすごくこの前の文化祭で、なんか裏方で働いてた時にすごい助かってみたいな、自分が知らない面を指摘してくれるのが友達とか他人であるから、できれば就活というのが自己客観視という部分が大事になってくるから、その対人での自分のどの業界に合うかっていうのを質問をお互い作り合ってね、表とかでいいからやった方がいいです。で、僕のように友達がいない人はどうすればいいかっていうと、これは一人二役とかで何役もやった方がいいです。これ僕の中で今の占いに役立ってるんだけど、僕はあの架空のお坊さんとか自分の中にいるから、だからね、それをこうやって、あなたこういう面があるからこうした方がいいんじゃないかっていう、一人何役やってもね、結構意外と自分でも客観的に見ることができるからおすすめです。でね、天秤座の仕事運全体の話で言うと、なんかね、開き直りパワーを出してほしいんですね。なんかね、天秤座がさっきから言ってる2021年っていうのはちょっともう一歩前に出て、恥ずかしさは2020年で置いてきてるんですよ。もちろんちょっと恥ずかしい部分もあるけど、あ、もういいやってね、何か発言する前とか言う、なんか会議の時でもいいから、あ、もういいやってね、ちょっと半切れ状態作ってほしいんですね。そうすると、自分がなんかその、すごい光る発言をすることができたりするから、どこかで天秤座ってさっきも言ったように、一番初めも言ったように、いらないとこで自己評価の低さみたいなのがあるんです。この、怒ってないですよ。全然、素晴らしい人たちだからこそこれは言いたいんだけど、どこかで自己評価の低さを置いてくるセリフというのが、あ、もういいやなんです。恥ずかしさとともに自己評価の低さを置いてくる発言とか姿勢っていうのが出せると、開き直りパワーっていうのはね、ぜひ活用していただきたいなって思います。はい、じゃあ次の質問に行きます。恋愛面ですね。恋愛含め何でもすぐ飽きてしまいます。飽きるというよりか、よしできたと思ってさあ次に行こうという感じになります。例えば恋愛であれば一人の人と長続きしません。飽き性とどういう風に付き合っていけばいいでしょうか。これね、飽き性の人って僕の感覚だと成長願望が強い人なんですね。いわゆる人間って2つの才能が大きくあって、地図を広げる人と地図を深める人なんですよ。地図を広げる人ってのはいわゆる飽き性の人がこう多くて、例えば美味しいフレンチ料理屋に、例えばこのコース料理の店に予約ができて食べてる時に、もうコースの中盤ぐらいから次どこ行こうかなって考えてる人が、いわゆるその成長願望が強い人であり飽き性です。で、地図を深める人っていうのは、いわゆる、あ、ブロッコリーにこんな調理法があったのかって言って、ブロッコリーの調理法を家に持ち帰って、ブロッコリーについて調べ出す人が地図を深める人ですね。で、まあ、天秤座ってね、まあ、両面ありますよね。こう、地図を広げる部分が、もう、飽き性この人みたいに次から次へ行きたいってところと、あと、マニアックにこう、突き詰めていきたいっていうか、そういうあれがあるんだけど、なんか、天秤座の恋愛ってそもそも、なんかね、会社的なんですよ。どういうことかというと、あ、この部門の強化みたいな恋愛をしだす人が多いです。なんかね、自分にとって苦手なことをこの人がこの喜んでやってくれるから、この人を我が社に迎えたいみたいな恋愛をすることが多かったりします。じゃあ2021年の天秤座の恋愛運全体のなんかね、アドバイスは、なんかね、可愛いを見逃さないにしてほしいんですね。これはね、なんかよく同じ話になってしまうかもしれないんだけど、人間ってこうなんか機能として見ると、なんかこの人は私の期待にはそぐわなかったってことで、天秤座の場合ちょっと首を切りたいみたいな方に思っちゃうことがあるんですね。次の人を人材探したいみたいな。でも可愛いってほっとけないとか、長続きするために絶対的に必要なものなので、人の可愛さを発見するために、まずなんかね、これはね、こういうアドバイスしたくないんですけどね、なんかよく言われることだから、でもしますね。自分の鏡を見て自分の可愛いと思うパーツを褒めてあげてほしいんです。これ僕が一番おすすめなのが、仕事が終わって夜お風呂に入って夜寝る前に鏡を見て、疲れた顔を可愛いっていただきたいんですね。別になんか耳が可愛いとか鼻が可愛いとか言わなくて、もう本当に疲れた顔を、自分自身でもそうだけど、人の疲れた顔を愛せるようになると恋愛運っていうのがすごく上がるんですね。これは長く説明できないから省略したいんだけど、なんか
なんかね、例えば自分にとってすごい好きな人がいたら、疲れてる時にその人のこと抱きしめてあげたくなるじゃないですか。それと同じで、まず自分自身を抱きしめてあげなきゃいけなくて、恋愛でこの多くの人が勘違いしてるのが、パーフェクトな自分を作んなきゃいけないっていう幻想があると思うんです。だから、仕事とかプライベートで疲れてる中、もう一踏ん張りをして、自分が例えば洋服を買って、なんかおしゃれをして、なんか顔を整えてっていう形でやるんだけど、もうそれってこう、もう修行みたいな感じになってきちゃってる気がするんですね、今の時代って。だから恋愛は僕これから恋愛って時代時代のトレンドが出ると思うんだけど、一緒に協力し合えるっていうのが僕は新しい時代の恋愛の形なような気がして、だから後から好きになっていくものっていうのかな、自分のその応援者であり相手の応援者だからこそ、自分自身がパーフェクトな自分じゃなくて、自分自身のこう疲れるまでよく頑張ったねっていう、そこをまず認めてあげる。そうすると人の可愛さっていうのも見えてきてくれるんですね。だからなんかその飽き性っていうのがそのまま個性だから続けていただいて、なんかね、いろんな疲れた表情を可愛いって思えるなんか人間になれたら、すごくこういい恋愛をしていくんじゃないかなと、今の恋愛を否定してるわけじゃなくてね、と思いました。じゃあちょっと最後の質問に行きたいと思います。ですね、社交的な引きこもりすごいしっくりきてしまいました。そんな、天秤座の自分が来年は少し心をオープンにするって感じが読めたのですが、そんなことしたことないので心配です。自然とそういう時が来るのですか、何か自分からえいっと変える必要がありますか。これもね、天秤座って僕その占いの中でよく書いてるんですけど、こう社交的な引きこもり、自分の中ですごくいろいろ社交を訓練してきて、なんかその人と合わせる修行っていうのかな、天秤座がこうすごいしてきて、だからね、面白いんですけど、天秤座ほどオンとオフが想像できない人もいなくて、なんかね、なんか休みの日に結構過激なことしてる人が多いんですね。なんかものすごく辛いラーメンずっと食べてるとかね、何か自分にとってこの発散っていう活動っていうのはひたすら引きこもるとか、そういうこうなんか活動して、こうあなたこういう人だったのねっていうね、なんか落差が結構激しいみたいな。ただ言いたいのが、暗さも大事にしてほしいんですよ。何かこうさっきから言ってるんですけど、心をオープンにするってことが、僕はなんとなくほどほどでもいい気がするし、ほどほどにオープンすれば十分な気がして、人の評価じゃなくて可愛いの方を大事にしてほしいなって思うんです。なんかそのどう言えばいいんだろうな、天秤座の人ってやっぱりこうちょっと獅子座とも似てる部分があるような気がするんだけど、自分自身がどこかでこうコンプレックスを強く持ってる、自己評価が低い、だから自分の中でこの分野だけは絶対に人に必要とされる人間になろうって言って、やっぱり自分をこうしばきまくってやるっていうか、だからなんていうのかな、例えばなんだけど、どう言えばいいんだろう、こう自分が頑張ってお笑いの道に入った人がいたとしますね。でそうするとすっごいお笑いの技術を磨いて人を笑わせるというか、笑うことが好きかどうかってなると、そうじゃないみたいな、自分やっぱり笑いの人ってもちろん根が暗い人が多かった、だから研究できたりとかするんだけど、そういうね、何か自分の中で研究によって鍛え上げてきた人格っていうのは天秤座がすごく持ってるんですね。だから休みの日は無になりたいとか、そうなってきて、だからオンとオフっていうのが自分の中で修行としての研究と、オフっていうのがとにかく無になりきりたいっていうオフが激しいと。だから恋愛面でもそうだし、来年もそうなんだけど、やっぱり中間が欲しいんですね。じゃあ中間でオンとオフの中間に何があるかというと、新しい可愛いを発見してもらいたいなっていうのが今ここで思う願いみたいなもんですね。なんかね、自分の中で恋愛もやっぱり仕事と同じように、自分が評価される人間にならなきゃとか、必要とされる人間にならなきゃって思うんじゃなくて、何かその自分自身も含めて周りの人に対して、この人こういう部分可愛いなって、例えばこういうところでくてくされて、どうしてもなく可愛いと思えない人は別にほっといてもいいんだけど、この部分可愛いなとか、そのなんかこの椅子可愛いなってね、可愛いってやっぱり結構ありがとうと並んで最強の言葉のような気がしていて、それを結構自分の中で多用していくと、なんかね、許せるようになってくるというか、あと自分のテリトリーにこの可愛さは取り入れていきたいっていうのが出てくるから、何かね、2020年までの天秤座が本当にいろんなことと戦ってきて、自分の新しい自分を出すためにも
戦ってきたから、本当に何だろう、こうお疲れ様でしたって言いたいし、今が本当に燃え尽きてでも構わないから、バンジージャンプぐらいの経験をされた人たちだから、なんかゆっくりね、自分のことを鏡を見て、ああ今日も可愛かったねっていうのはぜひ本当に言っていただきたいです。はい、そんな感じでありがとうございました。次は19時15分